やるしかないですね。本日2回目の撮影になります。坂下さんの登場です。イエーイ。本日はおい、今上から雨粒が落ちたな。あら、いやいや、雨漏りする。ほら、あ、しとる。強烈。雨の日、無縁やん。ポタポタしてる。プンプン。いやー、上ですね。やばいじゃないの。これでどうだ。いいっすよ。下げたけど、はい、思いっきり横にやった。あれだって、その出てなかったっすよ、さっき見ただけ。なんで上か遠すぎるですよ、多分このあれが遠いです、もっと近く手前です。おかしいなと思っても、逆に出前かよみたいな。もうちょっと前行ってみますか。下げのらしいの。みたいです。結構まだ死んだっけな。死んだよな。いや、まだ俺閉めてくださいとは言いました。これ閉めたからな。まあ、いいか。そんなにザーザー降ってくるやん、そこに感じなんけど。これでもないっすもん。大丈夫です。大丈夫です。なんであのとこ雨漏りした。でもこれぐらいの出っ張りはあったじゃん。多少、はい、出っ張り自体はありますよ。あ、サービスだったら。スパイダーマン発見。いやだ、怖いの。変な猿がいる。なんかボタン漏れてる。助けて、助けてください。あれだってストレスね、これ。ここはもう、あ、そうか、雪だもんね、変なあれが入ってきて重みで。これ中座っていいですか。中いいですよ。それが本当にリモコン抱いたら良くないですか。いいですよね。こういうシートって作ってるところあるんですか。あ、ありますよ。あるし、あれ近所では俺ありますよ。あ、本当？ありますよ、はい。その新鮮な純正のベンチありますやんか。はいはいはい。あれをこういうふうに、このベンチにこういうことできます。できます。マジっすか。けど、お金かかりますよ。何個くらい。物によるけど、だいたい僕が出してるとかシングル、レカノとかああいうのをレザーで張り替えて1回、まあ、10万ちょっとぐらいですかね。ベンチなら結構しますよね。15万くらい。まあ、ベンチは15万、下手すりゃ20万。ロケットで、タイプアンドロールじゃん。下手っちゃう。そうですね。あんまり意味がないですよ、レーザーの。やばい。
撮ってたな。
Thank you.